アンディライドはアルゼンチン生産、同国及びアメリカ合衆国調教の競争場、シュボバ。主なカチクラは2003年のパシフィッククラシックステークス、2002年の3シド泥大賞、JS アンチヨレナ大賞。2002年8月にアルゼンチンでデビューし、12場審査で勝利。2戦目の G1 競争3シド泥大賞も8場審査で制する。 三戦目の G1 競争、JS アンチヨレナ大賞でも2着に8馬審査をつけ、さらに芝1600メートルの世界レコードとなる1分31秒01のタイムを記録して、GI2 勝目を上げる。アルゼンチン時代の三戦で2着馬につけた喫茶の合計は28馬進に上った。2003年より、アメリカ合衆国に移籍し、ハリウッドパーク競馬場でのオプショナルクレーミング、 競争を勝って、アメリカンハンディキャップもレコードタイムで静子連勝する。移籍3戦目のパシフィッククラシックステークスでは、デルマー競馬場のダート10ハロンのコースレコードとなる1分59秒11のタイムを記録して、アメリカでの初の GI タイトルを獲得した。ここまで6戦無敗とそを見せておらず、さらなる活躍が期待されたが、左足節の故障により、戦線を離脱し、 2004年8月に現役引退が発表された。以下の内容は、イクイベスの情報に基づく。2005年より、ケンタッキー州のヒルンデールファームで、種ボバ入り。初年度3区がデビューした2008年の、新種ボバリーディングで3位となり、2009年から、レンズエンドファームに移動。2017年は、エクリプス少年度代表馬に輝いた、ガンランナーの活躍によって、 北米シュボバリーディングでアンブライドルズソングに次ぐ2位に入った。2019年度の種付け量は8万ドルだったが、2020年度には10万ドルに上昇している。3区のトゥアーリングキャンディが種ボバ入りしており、2021年、プリークネスステークスカチのロンバウアーなどの G1 ウイナーを排出している。ありがとうございます。